左ひでチャンネルどうもこんにちは今週もご覧いただいてありがとうございますいやーカレンダー見てやっぱりおお今日から12月かということでね多少驚きがあります月日の経つのは早いもんです本当にね今年は選挙がありましてね自民党が勝ちましたねまあ、小選挙区ではね 共産党と協力体制を取った立憲民主党頑張りましたけどもまあいかんせん比例の方でですねズタボロでやりまして、まあ、結果は自民党の勝利とはい絶対安定多数というそういうことになりましたよね各委員会の委員長ですかねそれを取りそして多数決でも野党には負けないというまあなんかいろいろとね批判もありましたけれども でもね、あの、岸田さんの閣僚選びと言いますか、官房長官松野さんという方でした。知ってましたえ、千葉市原の方は知ってましたよね。え、あの人は映画が好きでさ、なんつって。ねえ、映画業界に入りたかったようですけども、え、もう、巡り巡って、公募で応募してね、衆議院議員になったという。だけど、紹介されるまでね、え、知らなかったですね。地味ですよね。 みんな地味。それからなんとなく、その辺にいる身内。だ岸田さんの性格を現れてると言ってる記者の方がいましたね。なんだかんだ言って、自分より名前が売れてるというか、人気があるというか、そういう人をね、嫌うんだよね、岸田は。言ってる人がいましたけど。あ、そうなのかなそういう意味だったら、あの閣僚選びはわからないことはないですよね。<laughs> うーん 僕はあの、岸田さんはね、歩き方が好きですね。あの、ガニってるとこ。あの、ガニ股歩きですよ、あの人ね、えー。あんまり背も高くない。それで、カッカッカッ,カッって体を揺すって歩いてきまして、えー。物の言い方も穏やかで。ねそういうね、選挙結果とか、それからもう一つはですね、先日の閣僚の資産公開ですがというね、 これが多かったですね。中太郎さん、千葉県の方。可憐なる、返信したか、資産なし。可憐なるというね、松島可憐さんのことですけども、それを括弧して、可憐なるというね、え引っ掛けてます。可憐なる、返信したか、資産なし。先日の閣僚の資産公開の記事を見て感じたのは、皆さん株をたくさん持っていて、預貯金を持っていない人が多くいました。 株は持ってるけども、預貯金がないと。私には考えられません。タ水預金で持っているんですかね。それと驚いたのは、マキシ島カレンデジタル賞の資産なし。大臣になる人が資産なしとは考えられません。出竹さんはどう思いますかこれあの、衆参両院議員の資産公開の時もですね、必ず問題になるんですよね。資産なしっていう人が何十人も出るんですよね。これはね、 もうよくわかってるところですけども、定期預金以外はですね、報告しなくていいんですよね。だから普通預金の方にお金をわーっと何億も積んでる人、土地なんかもですね、固定資産税のかかるその評価額うん。だから実勢価格じゃないんですよね。だ土地はもっとほら何倍も高いというか、なるんじゃないですか。それから、 タンス預金とか、ねえ,え、事務所の奥にね、隠してある金とか、えそれから、縁の下に隠した金とか <laughs>、全部入れれば、ちょっと、すごい金額になるのではないか、ということですよね。それから、あの、株もね、え今の株式の実勢価格ではないんですね。それでね、時価評価額がいくらであっても、資産額には加算されないと、えー、 調べると出てきますね。例えば、こんな場合でも、法律上は資産ゼロになる。だから、議員を張る、ああいうね、損得にたけた人であるならば、そんなことは千告承知、百も承知、二百も合点で、当然、資産はね、ごまか、あ、してると言うんじゃないけども、もうほんとギリギリ法律に則っ,ってやってる。だから、こんな場合も法律上は資産ゼロになる。いいですか 地元金融機関の普通預金。ね。普通預金ね。これは申告しなくていいんですから。え、資産公開にしなくていいんですから。え、普通預金に3億円。自宅金庫に保管している現金5000万円。これ書いてある。ね。例えばですよ。上場株式の自家評価額1億円。父親名義の土地2億円。売ればですよ。えー、 実勢価格で、妻名義のマンション1億円。普段私たちがイメージする資産ゼロとは程遠い世界ですけれども、これでもね、資産ゼロになってしまうんです。なんか、ずるいよね、みんな。ずるい、あんたらは。本当猫の目か、手を引っ込める文通費。例の文書通信交通滞在費ですか。ね。1日だけで。 当選した。100万円。で、それをね、え、維新の会の、え、議員さんが告発したら、ああ、それはちょっと変だ。じゃあ日割りにしようなんて。領収書いらず。もう掴み金ですよね。で、ま、いろいろね、使ってるようです。真面目な人はね。だけど、も余ったら返さなくてもいいし、他にちょっと、お姉さんのいるところに行って、それ使ってね、ね、おう、って言ってね。そういうのも、全然、 領収書もいらなければ調べられることもないという。それを決めたのはですね、国会議員なんですよ。あそこは立法機関ですから、自分の都合のいいように、いかようにも法律は作れるわけですね。で、ずっとみんな、今騒いでますけども、もらってたわけでしょで、疑問に感じたこともあると思うんですよ。ああ、こんな100万円もボンと来て、手つかずの金が。で、領収書1枚切らなくていいっていうのは、これ本当はまずいよね。え だけど、うん。与党も野党も文句言わない。黙ってよな。黙ってよ黙ってよ。ね。こんな便利な金はないから。こういうことでしょ、つまり。増やしかったらね、領収書、1円でもね、その最後の単位までね、出しなさいっていう。で、それをちゃんとチェックする機関が必要ですよね。自分たちで作って、ね。厳しい目で、それを再チェックしてもらって、えダメなものはダメで、え現金返しなさいって国にね。 で、こんなのも来てるんですよ。まだあるよ。在職一日秘書さんも。11月20日付の朝日新聞の記事によれば、公設秘書、政策秘書、公設第一第二秘書の場合、在職日数が一日でもあれば、その月の給与手当は満額支給ということです。ああ、じゃあ同じなんだ。これ知りませんでした。どこの会社、公務員でも、 給与は日割りになりますよね。それこそ、これも日割りにしなきゃいかんでしょう。身内には特にお手盛りだなと思っちゃいますよね、という。思う前からお手盛りですよ、皆さん。文書交通なんか言っちゃったってさ、ね、選挙区に帰るのに飛行機代何便か分はですね、出てるはずですよ。それから新幹線だってグリーン車に乗れる。 チケット持ってるはずですよね。だから、文書、通信、交通滞在費うん。うん、なんかね、なんか今の時代、なんか二十ドル三十ドルみたいになってんじゃないので、それもね、ええー。だから議員になったらさ、今いっぱい活躍している、テレビに登場している、小泉チルドレンだった、あの彼が。いやー、議員になっちゃった いろんな手当もえるし、料亭も行けるし、嬉しいなあ、なんだかんだで騒いだじゃないですか。あれは是正されていないんですよ、きっと。ねえ。というようなことで、猫の目か、手を引っ込める文通費。文章、通信、交通、滞在費ですか。ね。犬好きの自分が猫の目というのは変ですが、と与野党関係なく、急に辞退しますとか、寄付しますとか、日割りにすべきとか言っている。 みんな変だよね。おっしゃる通りです。まだあるよ。在職一日、秘書さんも。みんな同じじゃないという。あそこは立法府ですから。えー、お手盛りでね、どんな法律を通そうと思っても通るんですね。えー、意外とこういうことについてはね、野党も普段ギャーギャー言う割にはですね、えー、もう全然目をつぶって知らんか。維新の党が伸びたっていうのはね、そういうところもあるんじゃないですか私の友達もね。 えー、なぜ維新に投票したかっていうときに、そう言ってました。えー、それからあの、政務活動費あれも、私当時ラジオの番組やってましたけれども、もう企業献金はなくなるとかね、からパーティーもやめますとか、なんじゃかんじゃ言っといて、ね、抜け道をちゃんと作って。汚いよみんな。やることは。ね。少し、えー、綺麗な体、えー、綺麗な精神状況になってください、国会議員さん。えー、 それから新たになった人もですねえ、ええ親の七光そうですか。多いんだよね。それが。うん。でも国のために頑張っていただきたいと思います。ということで、え,え今日はですね、こんなところで失礼したいと思います。いろいろ批判がありましたら、川柳に思いを込めて、こちらの方に、鋭い一発をよろしくお願いします。お待ちしてます。えでは、今日はこの辺で失礼します。ではでは、また明日